こんにちは、こんばんは、こちゃです。今日は8月30日の新しい子を迎えしたので紹介したいと思います。今映ってる子が8月30日のお迎えした霧島です。こっちが村長です。2匹とも生物ハンター協会ヒロチャンネルのヒロさんがオーナーをしているフロムスクラッチで購入させていただきました。村長の方は8月13日の近畿レプタイルズマーケットで購入して、霧島の方は8月30日大阪の藤井寺のフロムスクラッチのショップで購入させていただきました。で、初めて行くショップで全然駐車場とかもわからんくて、店員さんに聞いたら、あ、もう全然店の前止めといてみたいな感じで、もう雰囲気良くて、最初から入りやすくて、まだ開店準備みたいな感じで、忙しくね、今ごめんなみたいな、対応できんくてみたいな感じで、雰囲気めっちゃ良かったから、結構みんな行きやすいかなって思うんで、行きたいなと思った人はぜひ行ってください。概要欄に載せときます。で、ショップの人にまだご飯あげてないから帰ったらすぐご飯あげたってって言われたんで、あげてる映像ですね、これが。で、スタッフの人が、おばちゃんが毎日ご飯あげてて食いつきいいから絶対いっぱい食べるわって言われて、ほんまに食いつきよくて結構食ったんで、おばちゃんさすがやわと思いながら撮ってましたね。で、全然関係ない話するんですけど、ミーアキャットが一匹おって、めっちゃ懐いてて、もう撫でてくれやな、ずっと泣いてるみたいな、ほんま可愛い子がおって、で、他のお客さんとかも撫でてんねんけど、撫でやんくなった瞬間も泣き散らかすみたいな、もう一瞬買いそうになったな。さすがに学生で金もなかったから、さすがに無理やったけど、あれはお金のある人がもう見たら一瞬で買ってまうような可愛いミーアキャットやった。で、次の日の朝ですね、これが。もう起きたら普通に二人とも仲良く食ってて、まあ同じショップ出身同士で、これから一緒の家族にもなるから、まあめっちゃありがたいって感じですね。仲いいことに越したことはないんで、目の前にいっぱいあんのに、なんか知らんけどお互いが食ってるものを美味しく見えるのか奪い合ったりするシーンが結構あって、人間の子供の時とあんま変わらんなって感じで、見てて可愛いなって思いながら癒されてます。で、このシーンがめっちゃ可愛くて、いきなり見つめ合うっていう、もうラブストーリーは突然にみたいな感じですよね。で、結構村長の方がガツガツ行くみたいな感じ で、それにちょっと霧島は困ってるみたいな構図が多いですね。Thank you.
午後の様子ですね。ベランダの放し飼いゾーンに出したんですけど、全然歩かないっていう。700の1800万のに2人一緒にくっついてイチャイチャしてるだけっていう、もっと動かんかいみたいな感じなんですけど、もう村長の愛が強くて霧島が困って動かれへんっていう。人間も同じやけど距離感が一番大切ってわかりますね。うん、こんな頭の先からもう尻尾のところまでもうジロジロ見ても、これ普通に犯罪やで。そら霧島もこんな困って固まるわみたいな感じですよね。これ大きくなった時に村長が男やったら、まあ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 めっちゃ変態な男ってわかるけど、これが女の子やった場合もう超ドメンヘラ女みたいな感じですよね。頭の先から尻尾の先まで全部知ってなかったら気が済まへんみたいな、ちょっと社会不適合者の特徴が出てきてる。で、寝るところ狭かったんで変えたんですけど、スペースまだあんのに霧島のお尻のところに顔を置く村長みたいな。1週間経ってもうこれですね。愛が強すぎてもっと角に行こうとする霧島っていう。挙句の果てには起こされて逃げてくるっていう、かわいそうな霧島でした。今日の動画は新しい子を迎えたっていう動画と村長と霧島の関係についてでした。また村長と霧島を見たいよっていう人はチャンネル登録と高評価お願いします。また次の動画で会いましょう。